まあそれはあの財務省が書いてきた答弁書を読んでるだけの話なんですね、そんなことは、ね、あの分かってるわけ、で今言ってることはどういうことかというとね、要するにコロナショックというのは、今までの常識の、ね、範囲を超えてるわけです、売り上げがないのに仕事を続けなきゃならない、ね、いい加減にしろですよ、これ、事業者にしたら、やめてくれですよ、ね、保証もせずに、なんで売り上げ続けなきゃならないのか、ね、やめたいですよ。 しかしやめられないからやっているしかしそのおかげで社会が持ってるんですよね。今から財政金融委員会を開会をいたします西田昌司君はい、えー。おはようございます自民党の西田昌司でございます、えー、まずあの日銀の黒田総裁にお伺いしますが、えー、4月の金融政策決定会合で 長期国債の、えー、買い入れの上限、まあ、80兆円程度といったのを、まあ、これ、撤廃されたわけです、で今の、えー、報告にもありましたようにです、ね、まあ、コロナショックで大変、えー、金融の、えー、支援をさまざまな形でやっていこうと、まあ、これで、えー、どんどん金融機関にです、ね、国債買い入れすることによって資金を供給していくということで、大変あの大いに評価したいと思います。でそこでお伺いいしたいのは えー、要するに数値目標をなくして、ですね上限撤廃されたわけでございますから、えー、同時にですね、えー、国債を発行するのは、そもそも供給しているのは政府の方でありますから、政府の国債発行もですね、えー、日銀が上限を設けずに買い入れするということは、えー、その市場での、えー、要するに消化もですね十分できるわけでありますから、事実上、 政府の国債発行も、ですねその上限と言いましょうか、えー、無限という言い方は適当ではないかもしれないけれども、要するに、えー、かなり発行することが可能になるということになろうかと思うんですけれども、黒田総裁のご所見をお伺いしたいと思います。日本銀行黒田総裁我がが国のこのののこ市場はあ流動性が低下しているもので、えー、ご指摘のように 政府の緊急経済対策によって、幸福国債増発が見込まれております。こうした状況を踏まえまして、4月の金融政策決定会合では、債券市場の安定を維持し、イールドカーブ全体を定位で安定させるという観点から、当面、国債のさらなる積極的な買い入れを行うことが適当と判断いたしました。そのの際金金融市場調節方針をを実現するために必要な金額の国債改良を 上限を設けずに行っていくということを明確にいたしました、このように、本措置は、イルド株コントロールを実現するために必要なものとして実施していく所存でございます西田昌司君、はいえー。それで同じ質問を、ね、財務省の方に聞きます。だから日銀の方は上限を設けずですね 出していくとで、まあ、財務省に関することはあえて、えー、質問したんだけど答えられないんで、えー、財務省にそのまま質問しますがね、要するに、えー、国債を、えー、日銀は、えー、金融拡大のためにどんどん買っていこうとで、しかし、政府が国債を発行しなければですね金融拡大できないわけですよ。ですから、えー、その買う買う方が あの上限設けずに買うと言ってるんだから、供給する方もですね上限設けずにどんどん供給すればいいんですが、当然、国債を出すということは、何かの予算を執行するために出すわけですから、それとセットになるんですけれどもね、当然、その辺の、つまり日銀がこういう状況で金融拡大している以上、ですね政府もえ今回の第二次補正、 これれから決定されます。まあ、第3情勢も当然必要になっていくことがあると思いますけれども、要するに上限を設けずに、どんどん国産発行して、財政出動できるということになると思うんですが、政府側のご見解を伺いたい。た財務省、壁理財局長お答えいたします。 国債の発行にあたりましては、経済再生と財政健全化の両立を図り、必要な歳出を見極めつつ、税収の動向などを踏まえ、発行規模をまず決定をいたしております。で市場参加者と緊密に対話しながら、そうした国債の発行についての発行計画を策定し、国債の安定償還に努めているところでございます。 一方で今、委員からお尋ねがございました、現在、日銀が行っておられる国際会議につきましては、ただいま総裁からお話がございましたとおり、金融政策の目的を達成するために、日銀自らのご判断で行っておられるものであり、黒田総裁も財政ファイナンスには当たらないとおっしゃっておられるものと承知をいたしております。従いまして、今回 日銀が上限を設けずに必要な国債改良を行うということを決定されたことによって、必ずしも国債発行額の増額がそれを当てにして可能になるということを意味するわけではないというふうに認識をいたしております西田昌司君、はい。私が言いましたようにね、あの何も当てにして出すんじゃなくて、必要だから出すんです。 だから国債は何も日銀のために出してるわけじゃなくて、ですね、えー、この必要に応じてどんどん出せると、しかし、日銀が今のようにですね金融緩和をしてなかったら、確かにあの国債の消化はしにくい、そういう状況にありますよ、しかし今逆なんだから、積極的にですねそれぞれ与党側からも野党側からもいろんな要求ありますけれどもね、必要な予算出動、財政出動、特に真水ですね、いわゆる。 それをぜひ出していただきたいということをまず初めに申し上げておきます。さて、えー、日銀の今回の新たな資金供給手段の導入で、ですね無利子・無担保の融資を、えー、この民間の金融機関にが行うように、えー、バックファイナンスしていくと、まあ、こういうことが発表されました、まあ、これ、非常に画期的な話で、日銀もよくぞここまでやってくれたと、私、大いに評価します。でこれ、具体的にですね、えー、そういう融資を金融機関がしたらですね、 その無担保無利子で出している金額に相当する日銀当税金残高に0.1%の利息をつけるふりをするということですね。ということは、あの銀行側ですよ、銀行側はただで貸しているわけですよ、ね。ところが、利息が入ってこないんだけど日、日銀の方からその分の利息を上げましょうと、まあ、こういうことですよね。これ、すごい仕組みですよね。大いに評価したいんですが、ところで、日銀はどうやってその利息を。 供給するだけの財源はどこから持ってくるのかと、これをちょっとお伺いしたいと思います黒田総裁。まあ、あの基本的には、あの日本銀行が保有する資産から生ずる利益、すなわち国債の利息収入、あるいは ETF の運用益など財源にまあ支払うということになると思います西田昌二君、はい。今言われましたように、まあ、日銀はですね、 要するに通貨発行権を持っているわけです。ですから、あのいろんな資産、ただで買えるってあれですけど、要するに日銀当座代金払ったら、えー、それでが代金で買えるわけですよね、まさにそれが通貨発行権要するに日銀の、えー、負債は、日銀当座代金ですから、要するにどんどん負債は膨らみます、ところもう一方で、えー、そういう資産を買うことによって、利息とか金利とか入ってくる、これが日銀の大きな収益源になるわけですね。 ですからその分のお金で、えー、この今回の不利の分も十分賄われるということなんです。でところが、問題はですね、えー、そういうふうに貸して、えー、金融機関がどんどん貸していってくれる、これはいいことなんですが、私は、えー、その金融機関も貸したお金、多くは、まあ、残念なことですけれども、貸し倒れになる可能性が非常に高いと思っています。でこの問題についてはあたり言いますがね、あの貸し倒れに当然なるんですよ。で,何でなるかとというと そもそも今、運転資金がないから、とりあえず銀行から借りる、それから公的機関から借りると、でしかし、その,あの運転資金ないのは売り上げがないから、コロナの自粛によって経済活動を止められてるために売り上げが立たない、しかし一方で、一方で、人件費とか家賃とか固定費は払い続けないといけないで、この払い続けてくれてるおかげで,です、ね、実は経済が下支えされてるわけですよ。 ね、だからその分のを援助しようというので、お金をとりあえず貸してるんだけれども、貸したお金はこの自粛期間の売り上げというのは蒸発してるんですから、大気にその分が倍になって戻ってくるかと、それは戻ってこないんですよ、完全にそれは消えてしまうんですね、だからそこは、えー、必ずこれは倒産の危機といいましょうかね、貸し倒れになるんですね、でそうすると、それについてどうやっていくかというのが、今日の一番大きな問題なんですが、まず。 銀行がそういうふうに、ですね、えー、日銀がバックアップしてお金を出せようってやったんだけど、潰れた場合、あの貸し出れが出た場合、えー、これは、えー、その損失はですね、えー、どこがかぶ、えー、ることになってくるのかということ、日銀とか、えー、銀行の方に影響は出てこないのかということをまずお聞きしたい。黒田総裁このお新たな資金金供給手段は、まあ、金融機関が 政府の緊急経済支援、緊急経済対策における無利子・無担保融資制度を利用して、中小企業等に行う融資額の残高に応じて、日本銀行は有利な条件でバックファイナンスを行うわけでありますが、この新たな資金供給手段の対,応と対象となります、緊急経済対策における無利子・無担保融資は、 信用保証協会による保証付きの融資でありますので、仮に今融資先による返済が不能となった場合には、金融機関に対して保証に基づく大弁済が行われるものというふうに認識しております、また、日本銀行から当該金融機関に対する貸付に直接できないことはないというふうに考えております西田昌二君。 委員長まあ今、黒田総裁おっしゃられましたようにね、まあ、今回のそういう融資は、えー、新保証協会の保証がついてるから、た、えと、ー、え貸しだれになっても、そちらの方から保証が払われて大弁済されると、ですから銀行にも日銀にも直接的な影響は受けないだろうと、まあ、こういうことなんですが、しかし、同時に新保証協会には巨額の損失が出ますよね、だからそれは誰が賄うのかというと、結局これは国家がです、ね、その分お金を入れなきゃならないと思うんですが。 そうじゃないですかこれは誰が答えてくれるかないないな、このメンバー。<laughs> と思うんですよそうそうな、そうなってるんですよ、それで、あの同じケースをちょっとね、あの質問を変えていますがあの、今のは民間の銀行、日銀のバックファイナンスの場合のケースです。で直接ですね、えー、日本政策金融公庫なりですね、えー、さらあの先にもやっております、無担保、えー、無利子、そして5年間据え期という。 これも非常に大事な制度だと思います。しかし、これも先ほど言いましたように、必ず先行きですね、倒産ということが出てくるわけなんですね、じゃあ、その場合のその倒産の損失は、ですね、貸し倒れの損失は、公庫が負担するということになると思うんですが、最終的にはそれをですね、国が補填するという形になろうかと思うんですが、ご所見を伺いたい。 財務省大臣官房神田総括審議官、お答え申し上げます。日本政策金融公庫におきましては、貸付債権の増加や貸付債権の状況の変化等を踏まえながら、財務基盤を強化するための国からの出資金を用いて貸し倒れ引き当て金を積みますことによって貸し倒れの増加に備えることといたしております。西田先生ご指摘のように、実際に貸し倒れが発生した場合には、日本公庫においてこの貸し倒れ引当金を取り崩すと。 など適切に対応するものと承知してございます西田昌司君。あのもう少し、ね、具体的に聞きますがね、要するに、公庫等がお金を貸し出すための資金っていうのは、どこから出てるかというと、これはいわゆる財答債でしょう、ね、財答債という名前の国債ですよ、要するに国債を発行して、国が集めたあの、調達したお金を公庫に貸して、それが第三者に貸し付けられてるわけですね。 で当然、貸したものだから、返ってきますと、返、ね、ってきますということだから、いわゆる赤字国債扱いにしてないんだけども、市場に出たら、財当債も赤字国債も建設国債も同じ国債ですよ、全部、これはね、ただその区分の,あの,あの振り替えをどういう形でやってるかという内部の話だけ、でところがそこでですよ、ね、そこで、要するに、えー、お金が貸したけど返ってこなかったということが分かるとですね、その分は、 えー、当然、財当債でなくなるわけですね、まあ、まさに赤字国債そのものになるわけですよ、つまりここで初めてですねお金を貸したんじゃなくて、お金を上げたことになるわけ。ということは、いわゆる、えー、この真水の,、えー、この財政出動そのものが、債務免除によってですね生じるわけです、まあ、貸し倒れも同じことですけれども、債務免除、そのことによって、ですね財当債から国債に。 変わってなるということですがそういう理解でいいですか神田総括審議官お答え申し上げます日本政策金融公庫の貸付に係る貸し倒れの損失は日本公庫の貸し倒れ引当金を取り崩すなど日本公庫において適切に会計処理が載せるためその損失が直接に国の負担となることはございません 日本高校の貸付原資につきましては、財政融資等や自己調達によって賄われてございます。一般に財政融資は政策的必要性が高く、償還確実性のある事業に対して長期固定定理の融資を行っており、その資金の運用財源に充てるために、財当債を発行しているわけでございますが、この財当債の償還は一般の国債のように税財源によって行われるものではなく、貸付の回収金によって行われるものでございます。はい。 日本高校はあの先ほど申し上げましたとおり、国からの出資金を用いて、貸し倒れが発生した場合に備えて、十分な貸し倒れ引き当て権を計上しているため、日本高校による財政融資の償還は確実になされ、それらをもって財投債の償還がなせるものと承知してございます西田昌司君。あの要するに、ね、準備金があるという話だけれどもね、それは1兆、2兆の話でしょ、そもそも多分 で私が想定しているのはです、ね、そんな金額じゃないんですよ、そもそも。で今回、45兆円の事業規模で、確か緊急融資出されたと思いますけれどもね、で45兆円出されて、帰ってくるのが、ね、ほとんどないと、半分は、半分は、あのそれ帰ってこないということだって、十分考えられるんですよ。というよりもね、私が申し上げたいのは、そうすべきだということなんですよ。つまり、えー、今、緊急融資でお金をね、えー、出されると。 これは倒産防止のために絶対必要ですから、どんどん枠を広げてやっていただきたいんです。しかし、何度も言いますがね、この自粛期間の間に失われた蒸発した売上付加価値というのは、二度と戻りません。もちろん、回復したら、二年後に回復したら、その時は今と同じ売上が出たりするでしょう。ところが、この期間の、期間の損失はなくなってるんですよ、これは。次の時に二倍、三倍、この分、売れぬかって、売れない、これは。それが 今この実態としてコロナショックの一番大きな問題なんですね、でそうすると、その,あのお金を貸してあげても、結局はです、ね、赤字がどんどん溜まっております、そして、えー、V 字解雇しようと思っても、赤字を繰り越し損失を持ちです、ね、それから5年後には返済が出てきてです、ね、結局は会社がです、ね、倒産してしまうということになりかねないわけですよ、そ,そうしたときに、その分の倒産してしまったらですね、 えーえー、結局貸し倒れになるんですよそ,は、ね、でそれをするよりもです、ね、むしろ、むしろ、先にです、ね、このコロナの,、えー、この収束が終わって、えー、決算を組んでいったらです、ね、いわゆる累積の赤字がどんといくらか出てますよねで、その分は、それは先ほど言ったように、そもそも期間の失われた売り上げに対して、固定費が多かった分が損失になっているわけですからね。固定費を補填するという意味で その赤字部分はですね、免責すると、債務免除にするとで、そうすれば何が起こるかというと、えー、当然のことながら、えー、その企業はですね赤字消えちゃいます、返すべき負債もなくなります、そうすると、コロナ回復後、ですね V 字回復ができるんですよ、でしかも、しかもですね、えー、これ、債務免除することによって、累積赤字が消えちゃいますからね、税金そのものが、そのコロナの回復した後の年度から、 税金を納税することもできるし、経営も返済が不要ですから、非常に安定して、これからさらに雇用とかをですね守っていけるということなんですね。ですから、同じように倒産してしまうんだったら、ですよ先に面積を、ね、決めてあげて、事業の継続ができる仕組みを作る方がですねよっぽどこれ、もあの間違いなくいい制度だと思います。でこれれをすすべきだと思うんですけれども、えー、今日はね 麻生財務大臣おられないんですで藤川副大臣来ていただいております藤川大臣今の話聞かれたらですね全くわかるでしょ、ね、ですから今どあのしっかりあの大臣に代わってですね藤川大臣まず私の提案どう思われるか答えてください藤川財務副大臣、えー、西田先生おっしゃる、えー、企業支援についてはまさにその資金繰りについて今 えー、明治の二次補正等々の仕組みを今作っている最中でございますが先生おっしゃる通り中小小規模事業者の円滑な資金繰りを支援することは大変重要であります、えー、政策金融公庫による実質無利子・無担保の融資特別貸付制度民間金融機関における実質無利子・無担保の融資制度を可能にする制度等その措置を講じておりますその中で返済免除については 貸付金が補助金や助成金と異なり、債務者からご返済いただくという性格があるというのは、これは我々が一貫して申し上げていることであり、返済免除等を行うことについては、慎重な判断を行う必要があります。そうした中で、政府としては、このコロナウイルス感染症拡大、その緊急事態に対しましては、最大200万円の持続化給付金や、 10万円の特別定額給付金に加え、昨日、総理の会見において、店舗の家賃負担を軽減するための最大600万円の給付金に言及するなど、さまざまな給付措置について、実施、そして拡大、その検討を今,今も行っているところであります。こうした給付制度と融資の特別貸付制度を組み合わせながら、雇用の維持、事業の継続、生活の支えに、 え尽くしててままいりりたいと思っております西田昌司君まあそれはあの財務省が書いてきた答弁し読んでるだけの話なんですね、でそんなことは、ね、あの分かってるわけ、今言ってることはどういうことかというとね、要するに、コロナショックというのは、今までの常識の、ね、範囲を超えてるわけです、売り上げがないのに仕事を続けなきゃならない、ね、いい加減にしろですよ、これ、事業者にしたら。やめてくれですよ、ね、保証もせずに ななななんでで売り上続けなきゃならいないのか、ね、やめたいですよしかし、やめられないからやってる、しかしそのおかげで社会が持ってるんですよ、ね、だからその時にに、ね、先ほど言ったように、どのみち最後、貸し倒れになるんだったら、先に免除の話をして、先行きがある話をしてあげる方がよっぽどいい、そしてこの問題の本質は何かというとね、藤川副大臣おっしゃったように、借りたものは返すというものですと、これ、常識です、ね、またそれがモラルです。 でそれしかしね、そのモラルを守っていたら、今回の事態は、これはあの対応できないで。今回もやらなきゃならないのは、普通はそうだけど、普通じゃないんだから、だからコロナショックの時に限り、債務免除というのは、ですね当然、有効な政策としてやるべきなんです。この問題はね、ねそのモラル問題をねどう考えるかということだけなんです。でついでに言うと、財政問題、これ、全く関係ありません。なぜなぜらば元々 お金を財務省がですね、これ、財政、な,なんだったっけ、財闘債、この財闘債によってえ出してるわけですが、出したお金が今度返ってこないということになるんだけれども、どのみち赤字国債発行するか、財闘債発行するかで、市場にはすでに国債は出てるんですよ。新たな国債を増やしてやるかどうかという話じゃないんですよ。 要するに回収するかしないか、つまり回収しないことによって、国民にお金を渡したわけですよ、これだけの話なんですよ、ね、でそのことによって、問題は何かというとですね、要するに、今まで財務省は、えー、その財政健全化だとかね、TB 目標を、ま、定めてですね、とにかく国債を、えー、この増やしちゃいけないこういう発想をしたんだけれども、国債は、ね、いくら出してもですね、 財政破綻しないと、自国債はで、これは黒田総裁もおっしゃってたし、財務省のホームページにも書いてあるんですよ、ね、でそうすると、それが事実でしょ、こ,この事実がどうかだけ、じゃあ、財務省、答えてください。はいいいいあの,あの時間ないから1秒でいいよ <laughs> え格付け会社にです、ね、出しました意見書の一部の記載をに元及されているということだと思いますけれども、<laughs> その記述そのものがあることは事実でございます、趣旨はまた別でございますそれで、ね、これ、事実にどこまでいっても、ね、破綻しないんですよ、で問題は何かというと、たくさん国債を出す、つまりそれにイコールです、ね、財政指導がどんどん増えちゃうと、ね、お金が世の中にたくさん回りすぎてしまうと、これはインフレになると、こういうことです。 ところが今、そんな状況ですか、デフレの崖っぷちに立って、ですね,ね全産業が潰れてしまうかもしれないという時期ですよ、でこの時期にインフレの心配をする場がどこにいるんですか、デフレの心配しなくちゃならないわけですよ、だから今、財政出動しろと言ってるわけ、しかし財政出動しろと言っても、ですね保証金で出すとか、ね、家賃保証で出すとか、個別の話をいくらやっても、ですねパッチワークなんですよ、これは。そうじゃなくて まず金融で必要なお金をがばっと先出すと、とりあえず貸し付けておく、でそしてコロナの収益のときにさ、社会の状況、これは決算に表れますから、その分出た固定費による赤字はですね、債務免除という形にすればいいわけで、でこれ、申し上げているのは、黒田総裁ではなくてですね、ここにおられる林先生、宮沢先生に申し上げていると、自民党の知恵袋でありますから、これから補正予算やってもらうときに。 ぜひこれ三時補正でやってもらわなきゃならないんでね、まあ、そのことを、えー、お二人に申し上げて終わりたいと思います。